こんにちは、そうかです。本日のリクエストは大豆層飾りご趣味での組釜式の扱い方です。炭取りは水差し正面に置きます。左膝を立てて四ツ谷へ下がります。缶を取ります。一回で締めてください。組釜式は右手で取り、右に回旋しながら右で受け取り、一膝前、釜を置きましたらば、ここの隅を狙って座ります。次は片口です。茶巾は右手から左手に持ち替えます。ここで水を注ぎます。今度また右手にお茶巾を持たせ、蓋をします。水継ぎの蓋は水継ぎの上に乗せて水屋へ戻ります。左膝を立てまして、風呂の前に座ります。鴨をかけましたらば、右左と前へ進みます。そして組釜式は右手で取り、左手に回旋させて炭取りの中へ収めます。大豆点前では水差しを動かすことがございません。行の行大豆のように水差しを動かすのは後ろの方に動かすんです。前へは動かさないんです。つまりここの位置に収まっている、動かない、これを陰と言います。それに対して夜間は鐘でできていますので陰になります。陰と陰では変化してしまうんです。それに対して陶器の水継ぎは陽に値します。なので陰と陽、そこで大豆のお点前では陶器の水継ぎ片口を使います。また
真のすみれ舞で俳句の持ち方についてのリクエストがございましたが、これは会員のページの中で動画で見ることができます。会員のページでは遅れとかまたは幻のお手前などいくつかこう動画で収録してそして配信しております。会員のページは油脂庵の生徒様または立川草加の LINE 会員の方のみ閲覧することができます。もしご興味がございましたらば、ぜひ会員を取得してください。では本日はどうもありがとうございました。